サルベ、今回はエルサレムに来ていて、主の商店の教会に来ました。では行ってきたいと思います。ここが主の商店のところで、オリーブ山のところにあります。結構 トップのてっぺんのところで、ここはもともとビゼンティンの教会があったので、この教会の残りが周りにいろいろとあります。早速中に入りたいと思います。ここの教会は、まあ、これが教会なんですけど、ここの石、この石が最後昇天の時にの石っていうことなので、イエスが地球から離れて、まあ、昇天した時の最後に触った石、地球での最後の石ということになります。ここが昇天の石です。これが丸い形をした教会です。今でもカトリックは昇天の日にミサをすることが許可されています。ここもいろいろといろんな歴史があって、壊されたりムスリムに取られたりいろいろとあったんですけど、まあ、今でもカトリックはミサを行うことができます。なのでこれが一番大切な昇天の石です。最後にイエスが行く前に最後に触った石ということになります。皆さん、私のためにお祈りください。私も皆さんのためにお祈りいたします。 Please pray for me and I'll be praying for you all. バレー。